今回は7月6日の調整で調合修正され、号令範囲が広くなったノーマル超伊賀幕、ノーマル清川八郎を紹介するよ。放て！長井は効果時間もごくわずかに調合修正されて、執行率の良さにさらに磨きかかったよ。放て！行くぞ。やってしまったー。逃げろ逃げろー。フッ、おりゃー、放て。ここで舞台を落としとるのは完全に無駄プレイヤーの号令レッキ老子やと、最後に舞台を落とした側がラインを上げられるので意識強めが理想。今城入るのかと思うから、視覚的に分かりやすい三国志の内乱の方が良かったなぁと思う場面。これが現実だ、受け入れろ。時間的に逆転した際期ラストに計略全部使って勝ちプランが理想。右側の防作は取る必要なさそうやし、ノータッチ。三の肩、この俺が、俺の首はやらん。やってしまったこれや。うお、かく。最後はお相手もフブからシバターのフルコンできたそうやから、壊滅して再起した後なるべく高いラインでぶつかりたいかな。この俺が欺かれた。そら、そら、悪い、足を引っ張っちまった。結局俺を頼るんだろ。この手は借りる。天気解放。
諦めて立ち上がってみようよ。仕事ですね。流派発動。一の型。放て。俺たちで新たな世を作るのだ。これが現実だ。受け入れろ。見るがよい。このスフの覚悟。それ。ここ範囲拡大実感ポイント。時代は動いている。取り残されるな。それ。かかれかかれ。俺の首はやらん。この俺が。前期解放。正しいものが破れるか。この俺が欺かれたのと。やってみますか。抜いて落とす試合の内容説戦時は相手が続けてる限りしっかりやるようにしとるよ。足を引っ込めた。ご視聴ありがとうございました。安全な位置から打ちやすくなった永井はかなり強くなったと思うよ。